防弾少年団、9月のボーイズグループブランド評価で1位に。止まらない人気、写真イコール防弾少年団、防弾少年団がボーイズグループブランド評判1位を獲得した。本日、9日、韓国企業評判研究所によると、2018年9月ビッグデータ分析の結果、1位は防弾少年団だった。韓国企業評判研究所側は、韓国ブランドの評判指数を毎月測定し、ブランド評判指数の変化量を発表している。今回のボーイズグループブランド評判指数は、先月8日からこの日までのブランドビッグデータを分析した結果だ。今回のボーイズグループブランド評判1位の防弾少年団に続き、ワナワン、NU コート SW、セブンティーン、エクソ、NCT、ザ・ボーイズ、B2B、インフィニティ、ビッグバン、ストレイキッズ、シャイニー、モンスター X、スペー、R ジュニア、MXM、ビックス、ペンタゴン、ウィンナー、アイコン、アストロ、神話、シンファ、東方神起、ミースト、JBJ、SECHSKIES、SFQ、ハイライト、ゴールデンチャイルド、午後2時、B.A.P の順で分析された。韓国企業評判研究所のクチャンファン所長は、ボーイズグループのブランド評判に、018年9月ビッグデータ分析の結果、防弾少年団のブランドが1位を獲得した。ボーイズグループブランドのカテゴリーは、今年8月のブランドビッグで、8,849万6,475個と比べてみると、24.90% 増加した。細部分析を見ると、ブランド消費 8.47% 上昇、ブランドイシュー 19.16% 上昇、ブランドコミュニケーション 5.78% 上昇、ブランド拡散は 53.55% 上昇した、と説明した。続いて、ボーイズグループブランド評判2018年8月ビッグデータ分析1位を記録し、他防弾少年団は、リンク分析では、驚き、いい、ありがとう、が高く分析された。キーワード分析では、ビルボード、アイドル、コンサート、が高く分析された。ポジティブネガティブ分析では、ポジティブ比率 93.44% と分析された。防弾少年団の細部分析を見ると、ブランド消費 67.86% 上昇、ブランドイシュー 96.41% 上昇。ブランドコミュニケーション 58.31% 上昇、ブランド拡散 70.57% 上昇した、と付け加えた。